すごっ。味噌のめっちゃいい匂いする。めちゃくちゃうまいわ。山深いなぁ、いい感じ。今回は東京からはるばる愛知県の設楽町に向かっております。なんと設楽町の方々が僕にですね、いいとこだからキャンプ来ちゃいなよと言ってくださいまして、ちょっとまだ初めて行くんですけど、とりあえず道の駅に向かって、どんな名産があるのか見て、途中なんか寄れるとこあったら寄りたいな。愛知県でキャンプするのは数回目かな。でもまあ大体名古屋近辺が多かったりするので、設楽町どんなとこでしょうか、楽しみです。道の駅設楽に向かってます。うわ、なんか山肌いいね。これ映したいけど映せないな。杉山じゃない。いやー楽しみ。天気もいい、キャンプ日和。道の駅設楽、あったあったあった、おしゃれな建物だぞ。到着。すげえ。よし、着きました。あっちだ、川、関佐川だそうです。すごい透明だな。おお、五平餅、アマゴ、アユ料理。あ、なんか友釣り屋ができるって聞いた、アユの友釣りできるって聞いたけど、ここでやるのかな。うん、アユ、深緑。おしゃれな建物だな。野菜、うわでかっ、めちゃくちゃ重い。柚子ね、安っ。はい、あ、ムカゴ、ムカゴいいじゃない。うわー、いっぱいある。キヌヒメ、紅茶なんかあるもん。わあ、設楽町で作ってる紅茶飲もう。富ちゃんの金山寺、富子さんが作ってるこれなんか使えたらいい。うわ、うまそうじゃん。ごま味噌巻き、カゴがいるぞこれは。うわー、五平餅焼く前のやつ。これ焼こうよ、焚き火で焼こうよ。くるみタレ付き。カゴがいる、カゴがいる。これはカゴがいるぞ。すげえ量だな。余ったら持って帰って柚子湯にしよう。さあ、このまま入れよう。とろみがつく。お、四月のだ。春のおちつの生え変わるやつだ。僕もよく、よくじゃないな、何回か拾ったことがあります。すげえ、いっぱい。オッケー、いっぱい買っちゃった。買いました。他にも寄るところがあるんで行きましょう。さあ、続いてジビエの森という、鹿肉の直売所に来ましたが、
伝わってるかな、伝わってるかな。あれあれ、あれあれが降ってます。ここだ、直売所。ちょっとヤバめですけど行ってみましょう。ジビエの森。こんにちは。いらっしゃいませ。あの、鹿肉ってありますか？あ、あります。いろいろ揃えておりますので。あ、この辺なのが全部ある感じですか？そうですね、はい。へえ、これは罠で取れたやつですか？そうです、罠で取れてる。へえ、一個気になるんですけど、はい、毛皮、皮あるじゃないですか、はい、あれってどうなるんですか？現在ここではちょっと廃棄が多いです。あ、そうなんだ。近くにあの皮とか骨を加工してる人もいるんですけど、はいはいはい、まあ、全部は全部まだ使えないっていうか。あ、僕今あのトナカイの毛皮を、 あれでっかいですからね、はい、敷いてるんですけどできればやっぱ日本で取れた動物のなんかこうふわふわっとした毛皮があればいいなっていつも思ってるんですけど、あんまり国内でないんですかね。そうですね、なかなかその加工する工場がやっぱり量が揃わないとやってくれないので。なるほど、ね、やってくれてもやっぱコストが高くなっちゃう。なるほど、なかなか進んでないところですね。で、まあ、あと野生なので大きさがバラバラっていうのが、ああ個体差がね、ちっちゃいのから大きいのまであるんで、なかなか。そうですね、なるほど、はい、あれですもんね、鹿増えすぎて。そうですね、ちょっとね、はい、獣害というか多いんで。獣害が多いです、もうとても多いんで。ここら辺は今鹿ってすごい多いんですよね。多いです。取っても取っても増えてきてしまうそうなんですね。なるべく、まあ、命なんでね、美味しくいただくっていう。そうですね、はい、なるほど、素晴らしい。うわ、ここでも売ってる。うわー、はい、これすごっ。これはまあ一応業務用なんですけど。あ、ブロック、まあ、あの一般でも売ります。へえ、はい、これがロースですね。ロース、このロースもちょっとちっちゃめです。はあ、はあははあ、で、これジャーキーですか？これはさっき言ったスネハム。で、それがスライスしたモモの肉ですね。はあ、はあ、はあ、で、あのソーセージ。ソーセージ、はい、じゃあキャンプで一人キャンプなので、はい、これちょっと大きすぎるんでこの辺をちょっと。そうですね、その辺が一番使いやすいかと思われます。この3つをください。あ、はい、わかりました、お願いします。氷、はい、が降ってるなぁ。あられ氷、なんていうの、氷キャン。今日は氷キャンですってきましたね。あ、もうちょっと路肩積もってる。あー、粒が大きくなってきた。粒が大きくなってきた。あー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 、しましましましすんごい音。おお、粒すごいぞ。おお、晴れてるのに今日。ああああああ、わあテンション上がってきた、ちょっとすごい、晴れ間も見えてるのに標高高いんだな、これ。これやむかな。ちょっと氷キャンは初ですね。ちょっと公園かな、これ散歩道に来ました。すっごい幻想的だ。川の音するな。いやー、素敵なブッシュ。倒木落ちまくり巻き放題。ここは公園なんでキャンプはできないですけど、いやー、
樹種が豊富で、こうちょっと歩いてるだけでちょっと楽しいですね。この設楽っていう土地は日本の西と東が混ざる場所ということで、こうね、西の木も東の木もあって、それが混ざり合ってものすごいたくさんの種類の木があるそうです。あれなんだろう、すげえ、一本だけちょっと木の質が違うのがある。なんだろう、ちょっと行ってみようかな。ふとも、あれ、これ枯れてんのかな。立ち枯れてるのかな。楽しい、歩いてるだけで楽しい。これ寒い寒い、これな、ファットットも絶対落ちてるな。ちょっと雪だからちょっと分かんないけど、とてもいい森ですね。キャンプ地に向かいましょう。木には困んないな。めちゃくちゃ落ちてる。ペグ。サクッと作りましょう。
のランタンポール完成2分ぐらいでできた。雨降ったんでしょうね。なので多分大丈夫だと思うんですけど、しっかり枯れ葉は取り除いて、焚き火をやるときは何年のシートを敷きます。そうですね、お茶飲みたい。紅茶買ったんだよ。お茶いい匂いするああめちゃくちゃいい匂いだ。ああいただきます。あったたまる。なので焚き火したらはぜて大変なことになるので上着を着ます。
全然熱こもんないよこれじゃ。中で生きてますね。よし、聞いたっぽいぞ。大丈夫、毛皮の上はセーフ。ドーンドーン、椎茸でっか。何これ、もったいないの入れようかな。うわすっごっ、めっちゃジューシーな気がする。シーテドーン。里芋、里芋ちょっと塩で揉んだりするんですけどね、まあキャンプだから大丈夫だろう。いい感じにとろみがついてくれたら嬉しいな。これもでかいな。里芋、あー煮崩れしないように切った方がいいな。ドーン、やばい、結構具材でいっぱいになっちゃった。鹿ソーセージ、バジル風味、おー遠かったかな。水入れて火にかけます。お酒、お乳のクッカーが初々しいな。7、8年ぶりにクッカーを新しくしました。多分一番火が入りにくいのは人参か里芋だと思うので10分ぐらい煮ます。煮込んでるけど、ね、横で五平餅焼こう。素焼きしてタレをかけてもう一度焼いて食べる。もうすげえ楽しいこんなの外国人はねマシュマロ焼きますけど、日本人はね五平餅これでいいのかな。焼いたことないな五平餅。ピコグリルにも当たりました。絶対火力強い。おきびでやるべきだなこれ。ふわふわになってきました。本当はねおきびでやるべきだと思う。これまたちょっと焦がすっていう感じだ。はけないけど、まあ、割と濡れる。すぐ焦げちゃいそうだな。あつ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 、あめっちゃいい匂い、味噌のめっちゃいい匂いする。あつ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 、うわいい感じじゃない。いただきます。あー垂れた五平餅、いただきます。うわ柔らか、うまい。あ、うまっ、くるみ味噌もうまい。うん、おいしい。おー若干とろみついてる。里芋効果うわーたまるぞこれ。そしたらブロッコリー、コンソメ、2個で様子見よう。仕上げに柚子、皮、あ、包丁使ってない。すっごいいい匂いだ柚子。
げえうまい、すっげえうまい、すっげえうまいわ、すっげえうまい、何回言うの、あーこれやっべえ、いやーすっごい椎茸のいい味出てる。柚子と里芋のポトフっていう名前にしようと思ったんですけど変えます。鹿ソーセージと椎茸の柚子ポトフ完成。やっばい、マジでやっばいの作った。これこれやばいわいやうまそう。いただきます。これやっべえわ。お、鹿ソーセージおいしい。里芋はっとろける。いや、椎茸の旨味がすごい。ブロッコリーもこれぐらいでいいんだよね。やりすぎると歯ごたえがなくなったブロッコリーってちょっと残念な食感なので、ちっちゃめに切って最後3分ぐらいに入れるのがいいと思う。いや、何よりこのポトフとゆずの皮、これやばいわ。めちゃくちゃうまいわ。これすっげえ何回言うんだよ。味付けはコンソメキューブ、コンソメとこの柚子の皮のみで、キノコあった方がいいです。あとお肉は別に、まあ鹿ソーセージめちゃくちゃ美味しいですけど、豚バラとかでもいい気がする。とにかくこのポトフ、コンソメベースのスープに柚子、これすごこれうまい。ぜひお試しください。うわーすごうまい。風が今ちょっと止んでますけど、ちょっと風が出てきたんで焚き火は危ないので消しました。じゃーん、奥三河高原ジビエ鹿、内ももですね。これを炒めて味付けは、有名だそうです、富ちゃんの金山寺、佐々木富子さんが作ってるそうです。すごく美味しいそうで。すごくいい匂い。塩コショウだけでもうまいんだろうな絶対。こんな感じだ、富ちゃんの金山寺。あ、うまこれ。あーなるほど、麦麹の甘辛い、わ美味しいこれ。でもちゃんと塩分あるからお酒のつまみにいいですね。これうまいぞ多分。味付けこれだけでいけるかな。仕上げにいつまで美しく飾って。簡単、鹿肉の金山寺炒め完成。いただきます。うめえ、鹿肉ホロホロで柔らかい。多分この金山寺っていうのは食感もあるし、麦麹の風味と旨味もあるんで、野菜炒めとかにも絶対合うと思う。柔らかいなしか